ミクロネシア連邦、通称ミクロネシアは、オセアニアミクロネシア地域に位置する共和制国家。首都は、ポンペイ島のパリキール。マリアナ諸島の南東、パラオの東、マーシャル諸島の西、パプアニューギニアの北内市北東にある。地理的には、カロリン諸島と呼ばれる。正式名称は、フェダー・イテッド・ステーツ・オブ・ミクロネシア。略称、FSM。単なるミクロネシアは、 この国を含むさらに広い地域全体の公式名称であるが、しばしばこの国を指す言葉としても用いられる。日本語の表記はミクロネシア連邦。通称ミクロネシア。英語での発音はマイクロニージャ、マクロニである。言語学的、考古学的見解によると、紀元前4000年から紀元前2000年にはフィリピンやインドネシア地方から渡ってきた定住者が、 いたと言われている。また、東側のポンペ州や中区州には、ギルバート諸島やソロモン諸島から、スバル、キリバスを経由してきた一団毛利、最初の開拓者は、進んだ農業技術と高度な航海知識を持つオーストロネシア語族の民族であったと推測されている。ポンペ島では、12世紀から16世紀頃にかけて、シャウテレウル王朝が支配していた。 コスライでは14世紀から19世紀中頃まで王朝があった。1525年、皇領諸島を目指して航海していたポルトガルの探検隊がヤップ島本島とユリシー島を発見。1529年、スペインの探検隊がカロリン諸島を発見し、大航海時代にはスペインを中心とした国の中継点となり、 ヤップ島にはスペイン植民地政府が設置され、1595年にマリアナ諸島とカロリン諸島がスペインの領土と宣言した。しかし、キリスト教の布教以外に実際に統治は行わなかった。コスラエは1824年にフランス戦が入港したのがヨーロッパとの最初の接触であった。その後、スペインは1886年に要塞建設などを開始した。 1869年、ドイツが貿易の拠点をヤップ島に開設し、スペインはそれに対し1885年に軍隊を派遣したが、結局スペインは1899年米西戦争に敗れ国力が疲弊していたこともあり、ドイツにパラを含むカロリン諸島を売却した。ドイツはこの地をドイツ領ニューギニアとして植民地化した。 トラック島の高学校1914年より第一次世界大戦が勃発し日本が赤道以北のドイツ領ミクロネシアを管理下に置いた日本はそれ以前よりドイツ領ミクロネシアとの経済関係を強化しておりミクロネシアの経済は日本との貿易に依存していた1920年国際連盟は日本にミクロネシアの統治を委任し日本の 医人島治療南洋諸島として南洋町の下に置かれた。この期間、先住民の人口は当時約4万人ほどしかなかったのに対し、日本人居住者は8万5千人を超えていた。鰹節の生産日本の医人島地下では、これまで本国から遠かったためドイツの植民地下で、苗頭にされていた近代的な電気や水道、学校や病院などのインフラストラクチャーの充実が、 進み、同時に植民政策により日本人事業家が経済を活発化させたため、佐藤きび、最高、漁業、熱帯農業が主要産業となり、ミクロネシアは貿易黒字が続くという状態であった。第二次世界大戦が勃発すると、世界最大級の干渉に囲まれたトラック諸島などは、天然の要塞として、日本軍の太平洋における最重要拠点の一つとなった。 1944年2月からアメリカ軍はこの地域の日本軍基地に対して攻撃を開始し軍事基地としての機能を喪失させると大部分の島は軍事作戦上放置された。第二次世界大戦の終戦により日本の統治は終了した。1947年国際連合はミクロネシア地域を6つの地区、コスラエ、チ中区、ヤップ、パラオ、マーシャル諸島、 マリアナ諸島北部に分け、アメリカ合衆国を受任国とする太平洋諸島新択党治療とした。1965年アメリカはミクロネシア議会の発足に合意、1970年代後半より自治独立の交渉が始まった。1978年7月、ミクロネシア憲法が起草され、新択党治療下の6つの地域のうち、マーシャル諸島とパラオでは、 住民投票で否決されたものの、残りのトラック、ヤップ、ポナペ及びクサイエ等の4地域では可決した。ミクロネシア連邦大統領、マニーモーリト、内閣総理大臣、福田康夫このため、ポンペイ、中区、ヤップ、コスライの4地区が、ミクロネシア連邦を構成する州となり、ミクロネシア連邦憲法の下で、連邦制を取ることが決定し、国連はこれを認めた。 1979年5月10日、この憲法が発行して、ミクロネシア連邦が施行されたため、国際連盟、国連による長年にわたる管理下のもと失われていた主権を回復した。旧地区は連邦を構成する州となり、独自の州憲法を採択した。そして、連邦及び各州の議員を選ぶための統一選挙も行われ、全ミクロネシア議会の議長であった年尾中山が、 初代大統領に就任した。1986年11月3日に、ミクロネシア連邦は国防と安全保障をアメリカに委託した自由連合盟約国として事実上独立した。1990年12月に国際連合安全保障理事会は正式に新宅統治の終了を宣言し、1991年、ミクロネシア連邦は国連に加盟し、 国際社会の一員となった。独立までの経過については新宅統地、太平洋諸島も参照。大統領制を取っている連邦国家で政党はない。大統領の任期は4年で、各州出身議員の間から輪番制で誤選されるという新子協定があるが、必ずしも厳格には適用されていない。連邦議会は一員制で4年任期議員4名。 二年任期議員10名。米国とミクロネシア連邦の間で締結されている自由連合盟約により安全保障及び一部外交上の権限はアメリカ合衆国が保持している。海軍によって国防をはじめとした防衛体制がなされている。同連邦の政府は1986年の独立以来太平洋の近隣諸国のほとんどを含む多くの国と 外交関係を築いている。また、独自の対外関係を設けており、国際機関との関わりが最も深い国家としても知られている。日本とミクロネシア連邦の関係を参照。ミクロネシア連邦は4つの州からなる。国旗の4つの白い星は主要4等を表す。ミクロネシア連邦の地図ミクロネシア連邦は、 フィリピンの東に浮かぶカロリン諸島に属する607の島からなる。島は東西に約3 2 0 0トル、南北に約1 2 0 0トルにわたって広がっている。熱帯雨林気候で年平均気温は26節し28度。年降水量は3000ミリメートルを超え、夏タウン。漁業と農業が主産業で魚介類を主に日本へ輸出し、生活必需品を主に アメリカが死中国から輸入しているが、貿易額は赤字を記録している。IMF に加盟しており、歳入の約5割がアメリカからの援助額で、2003年から20年間で13億ドルを援助する予定で、漁業、農業、観光による自立経済を目指している。空港日系4世のマニーモリ住民は、ミクロネシア系が多い。また、ポリネシア系の住民もいる。 日系ミクロネシア連邦人もおり、人口の2割を占めているとも言われ、初代大統領の年尾中山は、日系2世、第7代大統領であるマニーモリは、日系4世である。また、1990年代以降は、家人、フィリピン人の移民も増加している。言語は、英語が、公用語であり、また共通語として使われている。その他、中国語、ヤップ語、コスラエ語、 ポンペイ語、ウリシ語、ウォレアイ語、カピンガマランギ語、ヌクオロ語などが使われている。現在では減少しているが、高齢者の中には日本語を話せる人もいる。また、日本語由来の単語も多く、日本人の性を使っている人もいる。宗派宗教としては、キリスト教が有力であり、ローマカトリックとプロテスタントが半分程度である。ただし土着の精霊信仰も色濃く残っており、 近年はキリスト教によって抑圧されていた儀式の復活も行われている。ミクロネシアの放送局は地上波をヤップ州が担当しており、州営のヤップテレビがある。他に優先放送としてアイランドケーブルテレビがある。インターネットは FSM テレコミュニケーションコーポレーションというプロバイダが主流である。新聞はインサイドオセアニアがある。同連邦の文化は 国体が成立する以前から一元化されているわけではなく現在まで確立されていない。従って、同連邦の週4カ所には、それぞれ独自の文化と伝統が存在している。同連邦の文化的特徴として、一般的に挙げられるものは、士族並び一族の系統の濃厚さであり、世帯が両親や祖父母、子、いとこ、そしてさらに遠い親戚を含んだ。 拡大家族を形成するといったつながりを築き上げている。またこれは国内の複数の島に広がることもあって複雑なものとなっている。同連邦の伝統音楽は4つの州で大きく異なっている。最近ではユーロポップ、カントリーミュージック、レゲエの影響を受けたポピュラー音楽へ進化している面が見受けられる。祝日が日曜日に当たる場合は、 翌日の月曜日へ振り返られる仕組みとなっており、同様に祝日が土曜日に当たる場合は、前日の金曜日へ差し替えられる形で祝われるようになっている。また、各州には独自の祝日が制定されていて公式に定められているものでないために、旅行などの用事で、同連邦を訪れる人々からは、混乱を招く要因の一つとされている面がある。同国のスポーツは、 球技が主体となっている。最も盛んであるのは野球で、ついでサッカーが人気を博している。ありがとうございます。